かくあのチームで戦うっていう意識がすごく高くなっているので、まあ、それがあの結果につながっていると思います。まずは自分たちの目標である、チャンピオンシップ進出に向けて、頑張っていきたいと思いますので、2019年も、僕たちと一緒に戦ってください。よろしくお願いします。バスケットライブ。